てのホーラネイル、意外と簡単にできました。初めてだったのでいろいろと注文してみました。こちら、ハンドネイル2種類、フットネイル1種類。ファーストオーダーには UV ランプがフリーでついてきます。この UV ランプめっちゃちっちゃいんですけど大丈夫でしょうか。足が折りたたみになってるんですね。こんな感じ。コードもついてきます。このトゥールキットはウッドスティック、拭き取りパッド、爪ヤスリのセットになっています。少し割り引かれて15ドルでした。最初は必要かなと思って注文してみました。こちらのコンプリートセットは甘皮処理のやつ、簡単に取れるリムーバー、爪を強くするトリートメント、最後のグロッシートップジェルの4点セットで55ドルでした。最初に下処理から始めます。液を少し出して甘皮の部分に塗っていきます。こちらは甘皮を柔らかくする効果があります。先端がプッシャーになっているのでそちらで軽く甘皮を押していきます。簡単に剥けていくのであまり強く押さないようにしましょう。全部の指を同じようにやっていきます。次に爪の表面を軽くヤスリをかけます。はい、使っていくのはこちらのネイル、 N レイジーサンデー。ヌーディーピンクな配色で何本かにマーブルっぽいデザインがされています。とっても可愛い、私好みな配色です。箱を開けていくと、じゃーん、かわいいデザインされたネイルシートが1枚、その下にもう1枚、こちらがちっちゃい指用ですね。さて他にもアルコールパッドが2枚、そしてなんとオレンジスティックと爪ヤスリまで入っていました。こちらのアルコールパッドで爪の表面のホコリや油分を取っていきます。これちゃんとやらないとすぐに剥がれてしまうので大事な工程です。その後ネイルのサイズを確認します。サイズが決まったらそのシールを丁寧に剥がしていきます。結構粘着力ありますね。きちんと端から端へ隙間なく貼っていきます。粘着性もさることながら伸縮性もかなりあるので、しっかり爪のカーブに合わせて指の腹でぐいぐいと伸ばしながら密着させていきます。質感としては塩化ビニールのテープみたいな感じです。端っこの方はオレンジスティックの先端できちんと密着させていきます。爪の際の部分が浮いてこないように端までしっかりとくっつけます。シールの余った部分はシールの上から爪の角を削るようにヤスリをかけると、その部分が薄くなって簡単に取れることができます。
無理やり引っ張ってしまうとシールが破けてしまうのでそこは注意です。はい、取れました。他の爪にも同じような工程でやっていきます。シールの大きさなんですが、私は爪が大きめなので小さいシールは余って使えないかも。サイズ感の問題は人それぞれありそうです。せっかくだから自分ではできないデザイン性のあるものを選んだんですが、爪のサイズとデザインの配置に限りがあるなと思いました。色味ですが、このヌーディーな N レイジーサンデーは地の爪が見えてそうで見えていない絶妙なヌーディー感で、すっごくいい感じです。ジェルネイルのシースルー感がよく再現されていると思います。この貼り付ける作業も余った部分を切る作業も慣れてきたらすごく簡単にできるようになってきました。一つ言えるのは、ツールキットいらなかったかなってことです。あの大量のオレンジスティック絶対使わないな。はい、全部の指腫れました。どうでしょう。 UV ランプで硬化をしていきます。3回くらいいろんな角度から当てるといいそうです。シールの硬化が終わったらトップコートを塗ります。トップコートを塗ることでジェルの持ちがかなり違うと思うので、これは絶対に必要です。トップジェルを塗ることで見た目も格段に良くなります。このトップジェルはすごくレビューも良かったので買って良かったなと思いました。さっきと同じようにまた硬化をします。今回も角度を変えて3回ほど各指やっていきました。完成しました。どうですか、このツヤ。初めてつけた割にはうまくいったんじゃないでしょうか。若干端の処理とか甘い部分あるんですけど、パッと見わからないですよね。セルフネイルでこれだけできれば十分なんじゃないでしょうか。また違うデザインも試したいです。